タナカラスだよね。はい。ヤタナカラスっていうのはおそらくこれと同じ、いわゆる渡りガラスだったんではないかっていうふうに言われています。まあ、今、日本にいるカラスは普通、まあ、ハシボソガラス、ハシボトガラスですよね。で、北海道に行くと、まあ、たまにですけども、シベリアから大きなカラス、渡りガラスがやってきます。で、まあ、渡りガラスっていうのは、まあ、カラスの中でも非常に大きなもので、実際に、まあ、知能